本日より千葉ロッテマリーンズと、中日ドラゴンズ、この2球団を救うため全力応援をします。まあね、まあ、千葉ロッテに関しては、まあ、応援歌、ロッテ応援歌ファンということで、今までも何試合か応援、してきて、まあ、今ね、ちょっと CS がだいぶ危ない状況となってるんで、まあ、応援するね、理由っていうのはわかると思うんですけど、まあ、中日ですね。はい。まあ、なぜ中日を応援するのかと、まあ、いうことなんですけど、たくさん、ヤクルトファンが、去年ね、チャンネル登録、たくさんね、してくれたにもかかわらず、なぜヤクルトじゃないのかと。はい。この再開争いにね、中日とヤクルトの、なぜ中日なのかっていうね。まあ、やっぱりですね、この中日ドラゴンズ、今の中日と、まあ、今のヤクルトを見たときに、この中日ドラゴンズの最近のこの、まあ、勢いというか、まあ、近年ね、最下位とか5位とか B クラス、もうずっと B クラス、2020年以外はね、本当にもう何年も、B クラスが続いているという状況の中で、まあ、非常に今、頑張っている。まあ、一方のヤクルトは、言ってもリーグ2連覇してきてますから、はい。で、まあ、今年はね、阪神とヤクルトのデッドボールのね、まあ、因縁もちょっとあったりするんで、まあ、今回はね、ちょっと中日ドラゴンズを、再開脱出のためね、こっから、全力応援ね、します。まあ、細川選手とかね、石川昂弥選手とか、まあ、若林選手とかね、はい、打線の方は結構ね、核となる選手というか、うん、主力みたいなのは結構いると思うんですよ。はい。だから、あとは本当にもう、いや、打線は繋がるけど点は取れないっていうところを解消していくだけ、はい、もう点を取るっていうね、そこだけちょっとね、意識していけば変わっていくんじゃないかと。まあ、そしてね、あともう一つ理由があって、広島カープをね、ことごとく倒してきたと。はい、今シーズン。はい。もうそれは本当にね、阪神ファンとしてありがたかった。うん、流行同盟、炸裂したということで、まあ、その流行同盟をね、恩返しじゃないですけど、はい、そういった意味も含めてね、今回ね、ちょっと、シーズン、今シーズン、ペナントレースが終わるまではね、中日ドラゴンズをね、応援します。セリーグはね。まあ、ロッテに関してはもう理由はないでしょ。パリーグだったらもうロッテでしょ。そして今この、なおかつこの苦しい状況、っていうのはやっぱひっくり返しても CS 進出っていうのはね、凄まじく気持ちいいと思うし、まだまだゾゾマリンでの開催っていうのもね、全然あると思うんで、直接対決結構残ってるでしょ、多分ソフトバンクの楽天とね、そこで勝てばいい話なんで、はい、ということで、よろしく。